コルドメは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県におけるコルドメの位置コルドメは、ロアール川川口の北岸に位置する。南都の西 34km、サンナゼールの東 36km に位置する。1999年に INSEE がまとめた順位表によれば、コルドメは都市化された農村型コミューンである。 なんと人口集中区域の一部、なんと対三なせる都市空間の一部である。コミューンを東西に、県道17号線が横切る。コルドメの中心部を東西に、県道93号線が横切る。また、南北を県道49号線が縦断する。鉄道のコルドメ駅は、町の北東 2.5km のところにある。コルドメの起源は、 ロワールの川床にあった岩でできた三つの小島にある。小島とは、バジレ、コルドメ、ラペイユである。ペイユの語源は、ローマ以前にある。それは、ブルトン語のベーネズと、同じクリウキを意味する。コルドメ島の周りを小さな二つの島が囲んでいた。12世紀以降、貸しが整備され農業用地のため土地が乾燥させられ、当初の環境の変更が完了した。バジレは、 ブエに併合された。中世にコルドメ島についてわずかしか知られていない。強力なビュジェ修道院と小規模なブランシュ空論の修道院の領地の境界線にコルドメはあった。コルドメはガリア語のコービロー、またはラテン語のゴクコルマリスに由来する。私たちは1060年代に書かれたルドンの特許状大帳の中でコルディムズの名を見つけることができる。 地元で話されるオイル語の一種、ガロ語ではコルディメとなる。コルドメは2世紀に遡る、かつてガリア人の港であったコルビロがあったとされる場所にある。さらに、西ヨハネに捧げられた教会が370年に、なんと司教によってコルドメの領域に建設されている。905年頃、コルドメは珍しい歴史を経験する。フェルナン・ゲリフによれば、コルドメは、 ロワール下流になる有名なノルマン人王国の首都であったという。この王国はブルターニュオアラニス・エイの最後に現れる。ビレーヌ・カワソイやブルターニュの島し部に定住していたバイキングやスカンジナビア人とブルトン人との間には数々の結びつきがあった。現在のコルドメの都市部は11世紀、おそらく1040年から1051年の間に遡ることができる。 サンジャンバティスト・ド・コルドメという名の教会がマッツという人物からルドンのサン・ソブール修道院へ寄進されたことが1051年に記載されている。この教会は現在の教会の位置にあった。この時代のコルドメの重要性は湾の塩の戦略的要衝炉に関連がある。これはもちろん小さな貨物でも地元の修道院によって課税されれば大きな価値となったからである。 コルドメはさらに、封建要塞を背後に持つ、避難所ではない、米なんて唯一の塩の町だった。しかし、要塞は、ロワールの対岸であるフロセとミニオンの間にあった。1050年頃、コルドメ領主というティアル、エスコマールドラボ、サブネ修道院の院長との間に、土地をめぐる争いがあった。コルドメのブルトン人格系は、ミニオンのスカンジナビア系と見られる領主と密接に、結びついていた。 ルドンの修道士たちは、教会の北側に取り出を得た。この土地に、彼らは、サンサンンソン小修道院を建設し、フランス革命まで、共同体は持続した。現在、その場所には十字架、かつて礼拝堂と墓地を取り巻いていた、修道士の壁と呼ばれる壁だけが残っている。修道士たちは、サンニコラ港を作って11世紀から活動し、 そこでは、潮の貿易が発展していった。方権的な観点からは、コルドメはドン十四尺に依存していた。19世紀後半、最古の港に泥が溜まったため、ラコートと呼ばれる港が建設された。彼らはそこで、漁業や穀物取引を行っていた。やがてこの港もゆっくりとロワールの泥が沈殿していき、新埠頭と呼ばれる新しい埠頭が1923年に、 建設された。第二次世界大戦末期、サンナゼールポケットがあったため、コルドメを含む河口の隣接自治体におけるドイツ占領は他よりも9ヶ月長く続いた。1970年、フランス電力の火力発電所がコミューンに建設された。この発電所は1987年の冬に起きたロアール川凍結が原因で川から冷却水が 組み上げられなくなったサンドーランイコールデイコール増原子力発電所のための緊急冷却に参加している。この冷却はフランス西部の電力網によって限界まで提供されたためコルドメ火力発電所が故障して出力が停止した。フランス電力の石炭を石油を燃料とする火力発電所はコルドメの経済活動の重要な要素となっている。牛の畜産は コミューンの主な農業活動である。ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。